いたします。手を取り合って、東京ユニバーサルスポーツ、スポーツには力があります。障害のある人もない人も共に触れ合い助け合いながらスポーツを楽しみ、連帯の輪を広げていくことで心のバリアフリーが実現されます。そしてスポーツが切り開く心のバリアフリーは社会を変革する原動力です。東京は世界に誇る成熟都市として、スポーツが生活の中に溶け込み、誰もがいつでもどこでもスポーツを楽しむことができるスポーツ都市東京を目指すことを誓い、今ここに東京ユニバーサルスポーツ宣言を行います。
最高ですという声を今皆さんからいただきました。ありがとうございます。東京ユニバーサル宣言、そしてその宣言をイメージしたプロジェクションマッピング、都庁では初となるプロジェクションマッピングを皆さんにご覧いただきました。今年2013年は1月に東京で開催された冬季国体を皮切りに、2020年のオリンピック・パラリンピック東京招致が決定、そしてスポーツ祭東京2013の開催と、まさにスポーツイヤーです。スポーツが持つ力というのを皆さんが実感する機会、本当に多いのではないでしょうか。このスポーツ祭東京2013の開催を2020年の東京オリンピック・パラリンピックへとつなげ、スポーツ都市東京を目指していきたいと考えています。それでは以上をもちまして、スポーツ祭東京2013東京ユニバーサルスポーツ3デイズユニバーサルジョブイン新宿を閉会させていただきます。どうぞ皆様、東京ユニバーサル宣言、皆様の心の中でも温かく育てていただければと思います。それでは本日お越しくださったゲストの皆さん、どうもありがとうございました。岩瀬知事、ありがとうございました。さあ、ご参加の皆さんからも岩瀬知事にお疲れ様という声が言っておりました。今日は本当に皆さんで参加をしたことで、いろいろと感じることがあったかと思います。ご参加された皆さん、そして通されている皆さん、ありがとうございました。お皆さん、藤田さん、ありがとうございます。AKB48 の皆さん、ありがとうございました。そして佐藤真美選手、ありがとうございました。あさってからの全国障害者スポーツ大会、頑張ってください。応援しています。皆さんもぜひ、佐藤選手は味の素スタジアムに出場されますので、ぜひとも皆さん応援にね、駆けつけていただきたいと思います。そして皆さんも今日をきっかけに改めてスポーツの楽しさ、そして素晴らしさを実感して、皆さんもこの考えを日々の生活の中で体験、そして実践いただければと思っています。ユニットもね、これからスポーツ推進大使として一層盛り上げていきましょう。じゃあ、それではご参加いただいた皆さん、今日は最後までどうもありがとうございました。どうぞ、お客さん、合格しましょう。